これ何なんですか。これ仕出し、仕出しの。たら、まあ、警察がいっぱいいて、で警察車両とかもいっぱいあって、はい、で何だろうなと思ってゆっくり走ってみてたら、もうタイヤの跡が4つ。あ、ここじゃないかな。あ、ここだ。ちょっと見てみますかね。ちょっとこれ、ですね、今日はリクエストなんですよね。リクエストなんですけど、どこにいるかと言いますと、三津免許センターの近く、53号線っていうエリアにいるんですけど、いろいろとその心霊スポットというね話を、聞いたんですよね。僕も初めて、その前にですね、今日はちょっと特別スペシャルゲストを呼んでますからね、この辺にまあいろいろと詳しいと言っておられる、方が、来てます。よろしくお願いします。こんばんは。はい、回っていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは。これ何なんですか。なんかそういう立ち入り禁止ってのを書いてないですよね。閉店してると。これ仕出し、仕出しの。あ、で、あ、でも多分柵っていうかね、紐してるから。はい、まあ、タイヤの跡だけ残ってるっていうので、4年前だからその免許センターで免許切り替えに行って、でまあ暇やったからセブンイレブン行こうって下って行ったら、まあ、警察がいっぱいいて、で警察車両とかもいっぱいあって、はい、で何だろうなと思ってゆっくり走ってみてたら、もうタイヤの跡が4つ付いてて、でもう燃えた跡っていう、で人から聞いたら、あ、ここじゃないかな。あ、ここだ。ここなんですか。ここちょっと入るよ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あ、ここじゃないかな。あ、ここだ。ここなんですか。ここちょっと入るよ。うっすら多分、でもこれ怪しくないですか。これここだ。あ、ですね、このここだ。色ちゃいますよね。そうここで燃えたんですね。ここで多分燃えて、でこれが、まあ、ガソリンというか、これタイヤの跡じゃないか。これですね。そう、これこの、いやでもね、生々しいですね。ゴムが焼けたような。そうだ、ゴムだね、これ。何年前ですかね。4年ぐらい前かな。で、だからそこの前の通りを走ってたら、ここに警察車両が止まってます。ああ、でもこれ本物ですね、うん。どう見てもこの形。ああ。どうしたんだろうと思って聞いたら、まあ、知り合いが下に住んでるんで聞いたら、なんかその、まあ、女性の方が、まあ、っていう形。ああ、なるほど、そういうことですね。
先ほどのね、事件現場かなという場所にも、しっかり、拝んで、来たわけですけど、この、先ほどの、ね、事件現場から下に降りたところにトンネルがあるんですけど、まあ、ここですよね。トンネルがあるんですけど、まあ、このトンネルはどうなのかなと、思いながら、撮影というか来たわけですけどね。この後ろがなんかちょっと、ねえ、ちょっと見えないですけど、やばいっていうか、急道かなんですかね。ちょっと見てみますかね。ちょっと、これ、無理ですね、これ。それまでの旧道はやや西の峠道であった。なお旧道は荒廃が著しく、すでに一部が土地として払い下げられているため通行はできない。道が流れてる。道選んでいかないと。まあ、これ、先入れないと。あ、でもこれ、どうなんかな。コンクリートなんで。なんとか焼却所。え？ほんとほんと。ほら。なんとか焼却所って。津高町、なんとか焼却所って書いてますね。なんかね、目の前に、コンセントみたいなやつがあるんですよ。刺す、プラグを差し込み口みたいな。なんか、あるんでしょうね。焼却所って、なんか昔、道路がある。ですね。急に。いや。さっきまでめちゃくちゃ。というわけで、お疲れ様です。ありがとうございます。今日はまだなんか、ちゃんとガッツリしてくれて、ありがとうございます。楽しかったです。はい、まあ、一視聴者さんということで、まあ、体験なのかな。なんかまあ、ね、こういう感じでやってるぞと、視聴者さん目線で、参加していただいたような、もうガッツリなんかメンバーみたいな感じだっていう感じがしますけどね。ということで、ちょっと納得いただけたかちょっとわかんないですけど、リクエストということで、ちょっと行ってきました。まあ途中ね、ちょっと車を使っての、横着というか、ちょっと距離がありすぎたんで、距離がありすぎて、僕らおじさんというか、古里さんもちょっと限界があるんで、もう40万円。ね、しかも仕事終わってからの、ってからの、ね、ありがとうございます。それではまたね、ちょっと機会があればお願いしますね。はい、今日はありがとうございました。はい、それではまた。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。